TOKIO の城島茂さんは、俳優やタレントらが警察とタッグを組んで、特殊詐欺の手口や防止策を伝える活動に2018年から参加しています。今回旭川市を訪問する機会に合わせて道民に向けて緊急メッセージを発信しました。これ言ったら本人だ、自分は絶対大丈夫っていうふうに過信しないことがまず第一ですね。コロナでいろいろと、まあ、そのここ何年かは大変で、密を避けるとかいう話も出ておりますが、こと家族間のコミュニケーションに関しては密をお願いしたいところであります。今年道内で確認された特殊詐欺は先月末までに253件で、去年の同じ時期と比べて2倍以上、被害額はおよそ11億4000万円で5倍と過去最悪のペースで増加しています。